今回のスピチューブは500本の満開の桜が咲くあの場所へ、町桜探訪。倉敷といえばあの場所ですよね。倉敷坂津、坂津公園をぶらり歩きしてみました。最後までよろしくお願いします。というわけで今日はね、坂津公園に来ました。まあ、岡山と倉敷といえばね、この坂津公園が有名なんですね、この桜で。まあ、この先に高橋川があるんですけど、そこからね、高橋川からその水をね引いてこの倉敷の方に流れる坂津公園でございます。はい、今日はねこの坂津公園の桜を見ていこうかなと思います。ここ入れるんですね。普通に歩いて渡ることができるという。わけですね。で、あ、この先が橋があるようですね。そこからまた陸地に渡ることができるということですけど、その右手に桜がきれいに咲いております。こんな感じで咲いてます。まだまだ桜が綺麗に咲いてます。球場なのかな、ちょっとあの野球ができそうなスペースなんですけども、こちらもね綺麗に咲いております。なんですかね、まあ、石碑があるところには何かあるという決まりがあるんですけども、これはもうこの坂津公園の大きな貯水池の碑ですかね。はい、というわけで高橋川改修工事ですかね、明治13年書かれてますけど、まあ昔ねこの辺高橋川ね、この倉敷とか総社の辺りなんですけども、かなり洪水が起きてね、この辺ぐらいまであの毎回ねすごい被害があったっていうのを学校、小学校で授業で、ね、学んだような感じがしますね。もうねあの場所によってはね、だって葉っぱがね咲いてます。
に撮られてる方が多いですね。もう結構ね散ってる部分もあるかなと思うんですけど、まあ部分的にはね満開かなということなんですけども、ね、そろそろ桜のシーズンもあるのかなと。後楽園とかあの辺の違ってね、桜とね桜との距離が近いですね。これもう手に取れるというかそんな感じでね、桜との距離が近い場所かなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけで今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。坂津公園なかなか行くことはねないんですよね。この年になったら小学校の時とかねこの辺でよく、ね、虫網というかまあ、ね、魚取ってましたねこの辺でね。で幼稚園とかもなんかキャンプみたいなのがあって、でなんか夜なんか網でなんかエビ取るのみたいなね、ここまで降りてやってましたけどね、今だったらちょっとなんかね言われそうですけどね。懐かしい坂津公園でした。結構ね歩いて回れるようなね場所かなと思うのと、桜とのね距離が近い場所かなと思います。岡山で一番近い、まあそう言ってもいいんじゃないかと。桜との距離が近かったんですけど、まあ桜を触ったりとかはしないようにねお願いします。それでは今日はこの辺でお送りいたしました。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。